マリオってさ、ジャンプできたよねって思ってて、手の敵の時に氷飛ばしてきたの避けるかとわからんって走って避けてた自慢があるんですけど、結局避けれてなかったんですよね。でも、今回のこのクッパは、完全なるギャラクシーの輪っか作ってくるんですよ。ギャラクシーからぐらいの。ギャラクシーからぐらいやったっけ？まあ、ギャラクシーぐらいからじゃない？輪っかいつもよう作るやん、この人。最近ではオデッセイにも使いましたし、あれ何やったっけ？3D ワールドにも使ってますよね、もちろん。だからその輪っかを飛ぶためには絶対飛ばなあかんと思って、全部のボタンを押したら加速しつつでゆっくり当たるみたいな、ゆっくり輪っかに当たるみたいなのをやってたんですけど、何のことはなく、ギャラクシーじゃない、テクニカルショットで飛べたんですよ。ショットっていうと俺ジャンプっていう認識なかったっていう言い訳でいいですか？ていうか下手じゃないですか、俺これ当てるの。これは絶対ブロックはそこに飛ぶやんってのはなんか。あとはもうこれで。で、ジャンプを使わないと避けれないものが来たっていう話を今からしたいんですけど、その前にね、ガノンドルフ。ガノンドルフはこういうテニスっぽいのをやってたけど、こっちが本家のテニスっていうのが逆輸入で初めてやろ、これ。マリオテニスってこんなに高いっすね。やってみるとわからんか、マリオテニスと俺が。こういう感じの。マリオテニスにそもそもストーリーモードって今まであったんか。よう喋るな、俺。余裕やな。この後のこれの避け方がよく分かってないんだよ、これで避ける。あ、いいね。テクニックからショットでも避ける。あかん。縦に走ってるアホやで。で、ここに来たやつも、このテクニックからショット。危ない早かったあ、なんか変。全部避けるとあれ溜まってたんやけどね。おー、早い。当てよう。でも全然いけるっしょ、多分。いけたんけ？あ、いけてない。これ使って狙って217秒もあるね。さっき60何秒やったんで、折り返し3回目で。折り返し3回目でまだ先か。これが全部取らなあかんすけど、それが難しかったりするから最後。このあと避けた時点で60何秒あったで、まだ200あるで、何やろ、1分と3分20秒の違いがあるね。これ飛べばいい。ああ、うまい。今のはうまかった。あー、うまくない。わっしゃーい、わっしゃーい、わっしゃーい、しょい、しょい、しょい。あ、前に飛んでるの？前に飛んでたの？これ意外と飛ぶときにキュッてなるのが弱かったり、僕。弱かったりするんですよね。キュッてなるのが良かったり、その後点滅の時の動きがよく苦手やったりする、苦手なゲームがパターンやったりするんですね。あれ？やばい。この先道ないけど、通りでも当たった。あ、ちょちょ、見えてなかった。いや、びっくりした。ブーンってなるんかなと思ってるんでさ、こっちは。でやってみよう。80何秒？あ、いけるわ、全然。さっき60何秒でこれが始まってなかった。でもテニスいけるんか、俺。テニスいけるか。よ、テニス。早い早い。あ、早い、さっきより。危ねえ、今 A ボタン押してた。まだありそう。なんかまだありそうやな。あるわな。ゼルダじゃない、ニンテンドーは。危ないな。あかんあかんあかん、ちゃんとしよう。ほんと？やった。
ん？でもなんかいっぱいあったオクトエクスパンションのトラウマみたいなのがまだオクトエクスパンションクリアしてないですよね。うわ、クリアした。レベル高っ。ラリーですっげえやり直したで。いやー、カメックのが強かったな。このちょっとのディテールがなんかサードパーティー風が、まあいいや。
なあのさ最後のあの西コリみたいなあれ流行ってるん、あれよーやってんね最近。あれ何誰かが用意してるの、アクリル、なんでアクリルっていうのさ、とりあえずここでストーリーをクリアした状態でいきなりオンライン出てみよう、動画撮ってみましょうかね。じゃあ次は、はい、初初見の